あくまでも公平な目線、公平なね目線で見ようかなと思ってるんだけど、個人的に気になってるのはやっぱ浮世地さんですね。浮世地さんがちょっと気になるなっていう。なんでかっていうと、ニコ生で一生懸命練習してたんで、僕はその放送見てたんで、ちょっと浮世地さんはね、ちょっと頑張って最後の方まで残ってほしいなっていう風に。なんで僕が浮世地の名前出したらこんなに笑うんですか、みんな。いいじゃないですか、初コラボなんだから皆さん応援してくださいよ。ちなみに僕はあの生放送の画面、浮世地さんのだけコメント見てます。なんでよろしくお願いします。頑張ってくださいね、皆さん。多分この人今から惨殺。あ、浮世地死んだ。おい、ふざけんなよ。お前ふざけんなよ。俺が応援してたのに浮世地さん死にましたね。ガチアンチに殺された。おい、マジでそういうこともあるのか。浮世地さん死にました。今残ってるのは浮世地さん以外は一応残ってると。いや、てかさ、チームのさ、リーダーを失った浮世地のチームが一番まとまってんだけど、これどういうことなの。これものすごいチーム力見せてんだけど、何この陣営、完璧な位置取り。これちょっと参考にしましょう。浮世地さんはちゃんと応援してあげてください。いや、これマジか。一気見てみんな、これ地獄よ。これ地獄よ、みんな。ただでさえ狭いペカドリ、なんと20人。3番と1番、右京地チームと闇チーム、女の対決。これはしかもなおかつ右京地は自分の仲間にスパイも出さなきゃいけない。ちょっとこれ右京地さんの視点でいきましょうか。右京地さん頑張ってくださいね。頑張ってください、頑張ってください。これは相当大変だよ。警戒してるね、もう誰も信じられなくなってるじゃないよ。右京地さん、人間不信にならないでね。多分これ人間不信になってるぞ。動きがもう誰も信じられない、私みたいな動きしてるもん。え、S ケース拾わないんだ。あ、まずは近距離を拾っていくと。なるほどなるほど。右京地見てもらう。この戦いおもろいぞ。あ、いや、これやってんじゃない、右京地一匹。ちょっと見とこうか。めっちゃ撃たれてる。めっちゃアッパー。おい、右京地頑張れ。おい、生き残れ。右京地殴られてんじゃねえかお前。おい、右京地頑張れ。あ、やられた。残念。うわー、惜しかった。くっそ、今応援してたんだけどな。チーム見に行こうか。ちょっとリーダーを書いた右京地チーム、ただ一生懸命戦ってますよ。右京地さん、あなたたちの視聴者さんは。いいね、統率取れてるね。しかもこのこいつ、右京地殺したやつ、まだ生きてんじゃないか、こいつだろ。俺見てたぞ、こいつじゃないの、こいつ犯人。今右京地さん、僕が今犯人追跡してます。こいつじゃないの。白いなんかさ、黄色いパンツ着てなかった。あ、7番、こいつ助けられるかな。ただ右京チーム、ちょっとチームワークがねえんだよな。個々の能力が高いんだろうけど、助けられるか。あ、助けに来てる、助けに来てる。お前、その優しさ半分右京地に分けてやれ、お前ら。どんだけ助け合ってんだよ、こんな戦場でよ。お前リーダーに分けてやれよ。小倉チームまだ生きてるね、小倉生きてるね。あ、みんな起きてる。これもしかしたら配信ついぞ。あ、小倉やられてる、頑張れ。あ、やられた。どこから、いや、来た右京チーム。悪魔のような集団だな、こいつら。悪魔みたいな集団じゃねえかよ。マジかよ、小倉くんやられました。どっちまで、待て、お前まだ右京チームが勝つ、これ右京チーム勝つ、あるぞ。なんかチームリーダーを変えた右京チームが、この二人を、いや、このパルス痛いよ、早く帰んねえと。残り、あー、なんとこれはどこチーム勝った、これ今右京チームでしょ。ということで、なんと 2回戦は右京地チームのドンカツになりました。おめでとうございます。右京地さんとスカイプがつながってるんですか。ちょい待ち、はい、ちょっとその辺の感想を聞きましょうか。何なんですかっつって聞きましょうよ。はい、あ、右京地さん、ドンカツおめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってください、こっちスパイが多いんですけど。なんかお客さん、毎回すぐ死んじゃって、ちょっとなかなかカメラで追い切れないんですけど、あのスパイとはどういう、なんであんなスパイいるんですか。わかんないです、こっちが聞きたいんですけど。ちょっと囲いの皆さん頑張ってもらって、ルームに入れないようにしていただけたら、右京地さん生き残れるんで頑張ってください。はい、お願いします。まあでも何はともあれ、ドンカツ取ったんで、やったー。3回戦もまだあるんで、次回も頑張ってくださいね。頑張ります。はい、ということで、第2回砂漠マップ編、優勝は右京チームでした。おめでとうございます。イエーイ、ありがとう。
ちょっと待って、右京地のとこまたスパイいるらしいんだけど、こいつどんだけちゃんと入ってこれんの。スパイいける、分かった、スパイさんごめんなさい、ま、ごめんね、ちょっと本当はそのことしたくないんだけど、これもう、あ、ごめんなさい、ギャってごめん、ちょっと右京地さんのシーンも見たいんで。しかも一人じゃないらしいよこれ。俺今仕事したかんな、ちゃんと。お前これで MC のせいだとか言ったらマジキレっかんな。俺今仕事したかんな、ちゃんと今キックしたかんな、普段しねえのに。俺ちゃんとしたかんな。一瞬で入ってきた、ごめんね今の人も。また今度やってね。ということで、じゃあもう早速第3回戦いきますか。Q マップ編スタート。10人中3人スパイらしい、配信見てると。過半数スパイが占めてるじゃねえかよ、女無理だろ。5番もスパイ、2番もスパイ、9番もスパイだって。これちょっと意思の疎通取れてないとダメだよ。なんだかんだでドンカツ取るっていうね。おのおののリーダーの戦況見ていきましょうか。右京チーム、右京チームは大丈夫か、ユダにやられてないか。右京チーム人間不信になって変なところでないか、これ。あ、バチバチやってる。右京チーやられてないこれ、大丈夫。おい右京チーム死ぬなよお前。右京チーム隠れてんのこれ。右京チーム隠れてるこれ。ああ、右京チーム、あの守って、守られてる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 。ショットガンあげるか。あ、こいつらは、ああ、いた、頑張れ、生き残れ右京チーム、生き残れ。違う、ユナを殺したのか、どっちだ、分かんない、誰も信用できない、誰も信用できない、睨み合い、睨み合い、誰も信用できない睨み合いが今。どうする、どっちを信じる、右京ちゃん一体どっちを信じるんだ、どっちを信じるんだ右京ちゃん一体。今彼女の中で揺れてる、彼女の中で今揺れてるよ。どっちを信用するか、どっちを信じるの、やった方かやられた方か、どっちを信じるの。言ってんだろうな今配信で、私どっちを信じればいいんだろうみたいな、どっちを信じるの。なんだよこの仲間同士の合言葉を言えみたいな。お前ら合言葉決めとけよちゃんと。大丈夫そうだなあいつは。あ、大丈夫そうだね、オッケーオッケー、ま、ま、無事。じゃあちょっと周りも見ていこうか。すげえ警戒してる、仲間にもすげえ警戒してる。あいつ大丈夫なの、あいつ私の仲間なのかしらって。大丈夫か。しかもあれらしいよ、あの殺されたやつちゃんとしたスパイじゃなかったらしい。俺は無実だって。相当ディスアドバンテージだよこれ、仲間一人かけるって。なんかかなりこれは痛い別れだね。あ、やってる、あ、右京チームやられた、一匹やられた。あ、誰かがやったね、右京チームの誰かがやった。あ、頑張ってる頑張ってる、なんとか殺して物資奪うしかない。さあ右京チーム行け、いいとこ見せれるか。あ、右京チーム見て、これ右京チーム大丈夫か、お前それだいけるか。さあ発見した、行くか。あー、右京チームがやられた。やられてしまった、純粋な打ち合いで負けた。いや今ハンドガンじゃなかった、やれてたな、惜しかったな。でも行くべきでしょ今のは、今の行くべきだよ。ナイストライ今な、せめてサブマシンがあればな。見合ってるね、この人が多分ね、さっきねすげえうまかったわ、この人、この人もしかしたらユダの方ですかもしれません。あなたうまいですね、すごい。小倉さん殺してるとこ見てましたよ僕。頑張ってくださいね、リーダーかけちゃったけど。ちょ、入った、出てった、まだ隠れてる、こいつ怖くね、窓、この殺し屋感尋常じゃなくない、絶対出会いたくないわ。こうやってパーンとパルクールしてパッて目が合ったら悪魔みたいな男が一人いるな。やっぱチーム右京中面白い面々揃えてきてますね。さ、来た、このね川を挟んだ戦いマジでいいんだよ。いやもう世界だよこれ、これ真ん中からこうやって見上げとこうぜ。もうこれすごいわ。2番宮助チームも背中取られてて、右京力の資格がなんと一人生きてました。ここで合流、まさかの福江が、俺がやってやる、まさかこんなところにまだ残っていたのか右京力の福江、これ期待できるぞこいつ。しかも俺がさっき見せた、
違う、こいつはちょっとやばい、やばい資格が残ってる。まあもう、司法に出ちゃってる。そう、上空カメラでお届けします。4番のお餅前に真ん中に陣取ってるけど、この岩を斜線で切、岩で斜線を切って、頑張ってるけど、向こう側から愛坂めぐみが狙ってる、その上から、まともチームがいい位置取ってるね。まとも、あ、でも、円がこっち側。まさか、右京地の、これ、ど真ん中じゃん、お前。お前がキーパーソンだぞ。お前どうすんだ、それ。カッパ戦法だろ、これ、カッパ戦法。で、対岸には8番。いいグレ、あっ、愛坂ついに右京地からの視覚に気づいた。あっ、まだ気づいてない。手前にもいるぞ。愛坂手前にもいる。そいつ、そいつ脅威となりうるから気をつけろ。狙われている。これはちょっと心配だぞ。こいつから目が離せない。あ、バレてるバレてる、これバレてるバレてる。1人4番、お餅マインチーム。いいね、バレない。お前こっからどうやって勝つつもりなんだ。素晴らしい。諦め3視点でいこうか。いや、さあ残るは右京地の1人と宮助の4人。これ右京地の1人、まあ、勝ったらまとも3視点の主観視点でいこうか。そこにいるぞ。その下に右京地からの刺客がいるぞ。あー、撃たれてる。大丈夫か。これはジャンプでいけるはず。いけ、 OK。 宮助チーム頑張ってる。宮助見ようか。撃たれてるね、撃たれてるね。宮助もまだしっかり生きてる。宮助撃て、頑張れ宮助撃て。仲間助けてね、ま、チャンスあるぞ。まだ右京チームまだ生きてんじゃん、これ。ほら。あー、やられた。最後のこれで7番まともチーム対、しかも配信者2人とも生きてる。お前ら2人で打ち合いよ、ちゃんと。今回の大会の結果は1回戦、車をたくさん使って壁を作って面白い戦術を見せてくれたお餅マインチームの優勝。2回戦、右京地、自分のリーダーをすぐさま殺しながらもしぶとい個人の力で勝ち残って優勝した右京地チーム。そして3回戦、やっぱね、宮助さんをしっかり守ろうという絆でね、勝ち残って、その、川際の戦いを制した、宮助チームの皆さんが優勝となりました。それぞれ PUBG チャンピオン配信者となりましたので、改めておめでとうございます。皆さん拍手をお願いします。